メンタリストスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。はい、自分のことをもっと好きになるポイントその6、良いとこにフォーカスというタイトルです。人は割とですね、自分の嫌いなとことかできないとこ、良くないとこにフォーカスしがちなんですけども、そうではなくて自分の良い部分を探してそこに意識を向けてみませんか、向けましょうということが書いてあります。よかったらブログを読みください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、セラピスト養成に興味のある方はメンタルエステスクールで検索してください。よろしくお願いいたします。